見てあそこ。おじいちゃんおじいちゃん。なになに。この村のね。おほう。壁画の噂を耳にし、旅のついでに立ち寄っては見たが、お嬢ちゃん、それは本当なのかの。嘘じゃないよおじいちゃん。あの壁画を見たら私の病気すぐに治っちゃったんだ。壁画のご利益でおじいちゃんも絶対元気になれるよ。おお、なるほど。こりゃ行ってみるしかないの。ありがとうよお嬢ちゃん。あら、それで元気になるのはあのおじいさんじゃなく、お腹を満たした壁画の方じゃないかしら。嘘、どうしてここに。私の可愛い触手たちが取り逃がしたというの。あなたが言葉巧みに人々を誘導して皆さんを壁画に閉じ込めていたんですね。お願いします、もうこんなことはやめて、壁画の中に囚われている皆さんを解放してください。あんたの正体はもうバレてんのよ。おとなしく降参しなさい。せっかく捕らえた獲物を解放しろだと。調子に乗るでないぞ、たかが塗料風情が。この素晴らしき力は愛しきあの方よりいただいたもの。人間ごときに指図される覚えはないわ。不服があるなら我が世界に来るがいい。今度はわらわ自ら歓迎し、綺麗に丸飲みにしてやろう。待て、あの方とは一体。みんな壁画に向かいましょう。これ以上あいつの好きにさせてたまるもんですか。Thank you.
さあ、乱れ風景。癒しの光よ。行くわよ。よし。上がり。
追い詰めたわよ。追い詰めただと何を勘違いしているやら。わざわざ餌の方からディナーの皿へ乗りに来ただけというのに。くっ、本当におバカな子供よの。わらわは美と芸術の化身メルトワ。その真の姿を貴様らの眼に焼き付けるがよい。やっと元凶のお出ましね。人を騙して絵の中に引き込み丸呑みにして吸収する。ふん、やっぱり悪趣味よあんた。でもどうしてこんなことを。人間などわらわを彩るための塗料に過ぎぬ。美の一部となれる奇跡にむしろ感謝すべきであろう。あの方より賜った次元を超え人間どもを吸収する力、そのなんと素晴らしいことか。わらわはこの力を使い、いつの時代も浅ましき欲望に抗えぬ愚かな人間どもを救ってやっているのだ。そう、わらわという至高の芸術を彩れること、これぞ壁画が与えし誠の幸福と知るがよい。来ます、お気をつけて。お気をつけて。虜になれ。せーの、それ。これぞ美の輝き。それ。変わってるかしら。ありがとうございます。レホイミ。我が虜になれ。これぞ美の輝き。やっ、デホイム、ほれ、あがくでない。もうはっ、いくわよ。これはどうぞ、いでよ。癒しを。やっ、ありがとう。お助けします。行くわよ。こんなもの、あがくでない。丸焦げじゃ。ありがとう。せーの、それ。さあ、ミナレスキ、いでよ。あがくでない。しまった。これぞ美の輝き。それ、こんなもの。はっ、ありがとうございます。ありがとう。ホイミ、今
よし行くわよ。てよ、こんなものあがくでない。どうじゃ、いでよ、あがくでない。やば、覚悟しなさい。かわせるかしら。ありがとう。わらわをたたえ、これぞ美の輝き。お疲れ様でした。いい感じね。バカな貴様ら一体、己だがまだ終わらぬ。我が造物主たるあの方が、偉大なるウルノーガ様がおられる限りは。な、ウルノーガじゃと？ウルノーガ様の世が実現さえすれば、いずれわらわも再び。待ちなさい！あなたはウルノーガを知っているの？貴様らに壁画の呪いあれ。ウルノーガ様、どうか祝願を。永遠なる命の力をその手に。まさかここでウルノーガの名前を聞くことになるとは。やつはかつてとある王国の宰相に取り付き、その国を滅ぼしたというが、フワチャット遺跡の文明がそうであったか。永遠なる命の力と言っていましたね。それこそがウルノーガの狙い。やつめ、一体何を企んでいるの？これは魔法の鍵か。これを使えば今まで開けられなかった扉も開けられるようになるじゃろう。予想外の収穫もあったし。やれやれ、ひとまず一件落着ってとこが。なんだなんだ、いきなり祠から人が溢れてきたが。はぁ、ってなんだこりゃ。あんたたち、壁画の絵をどうしちまったんですか。助かった、助かったんだ。元の世界に戻ってこられた。やったー。邪魔あめろ壁画め。元の世界、壁画、一体何があったんです。よし、なんだってこの壁画がそんな恐ろしいことを。いや、なんとお礼を言えばいいのやら。さぞお疲れでしょう。せめてうちの宿に泊まっていってください。
忙しい忙しい。おや、もうご出発ですか？いやー、あなた方には感謝してますよ。おかげで村は大助かり、新しい商売も始められそうです。幸福を招く壁画ってのはもう古い。これからは人々を閉じ込めた呪いの壁画、これですよ。刺激的な売り文句でしょ。おっと、こうしちゃいられない。夜なべして作った壁画の複製、旅人たちに売り込んでいかなきゃ。やれやれ、あんな事件があったというのにこの村は変わらずたくましいの。わしらもこの活気に負けず先へ進まねばな。魔法の鍵により新たな道も開かれよう。それに今回の件で確信も得られた。この地で起きた悲劇と今のデルカダールはよう似ておる。あの国にウルノーガの魔種が伸びているのは間違いないじゃろう。そういえばネルセンの宿屋の近くにあるバンデルフォン王国跡に魔法の鍵で開く扉があったな。まずそこで扉を探すとしよう。お父様、行きましょう。永遠の命の力、何かはわからないけれど、ウルノーガの野望は私たちで止めなくては。